キールン要塞とは、台湾北部のキールン工房備のため設置された、大日本帝国陸軍の要塞である。本港では、本要塞の任務を引き継いだ独立混成第76旅団についても述べる。キールンは、方古島、高尾と共に、台湾防衛上の要地であり、艦船修理、軍需品の補給や、南進の基地として重要であり、その防衛のため要塞が築造された。 1900年3月、外小山砲台が着工され、1905年6月までに10砲台、5類が竣工した。1903年5月に、キールに要塞司令部が設置された。その後、1920年の要塞整理により、兵備は縮小された。太平洋戦争が迫った1941年9月15日に、要塞部隊の動員と、 臨時編成が行われ、主戦力であるキールン重砲兵連隊は、キールン用最重砲兵連隊に改称した。11月8日には、要塞の巡戦備が発令された。1944年10月の台湾沖航空戦の際の空襲では、要塞の対空部隊が応戦したが、人員、設備ともに、かなりの損害を被った。連合国軍の上陸に備えた戦備で、 1945年1月に、要塞司令部及び要塞重砲兵連隊は、復帰させられた。新設野戦部隊である独立混成第76、旅団の旅団長が、要塞司令官の任務を引き継いだ。要塞重砲兵連隊は、重砲兵第13連隊に改編され、独根第76旅団に変合わされた。独根第76旅団は、 重砲兵第13連隊の他独立不評第565から567、大隊を主要冷火部隊とし、港湾防空強化のため降車法、第162連隊の一部を配属されるなどしながら、終戦まで、キールン周辺の防備に当たった。白米亀放題の砲在石。ありがとうございます。